願いします。お願いします。表現するオープンにするね、追っかけないんだっていうちょっとその感じで、あの、こっちの軍隊、はい、よかったでしょう。この漫画、その漫画、俺が教えたやつ、最大級でキュッ、かわいい。下に行く、下に行く、左に行く、左に行く、よかった。おいけい、年間2本か、あ、今後も変わらんね、はい、名作との出会いある、それ見れない、はい、お、少年漫画読むんだ、冒険と成長者のたまらん、ジャンルを覚えた冒険者、アイカット、たまらん、うえー、そうか、わかんないけど、ごめんなさい、ジャンルを覚えた冒険者、イエス、名作との出会い、そうだ、名言だ、いろんなジャンルを冒険した者に名作との出会い、オッケー、はい、うん、いろんなジャンルを冒険する名作との出会いやる、それ名言だ、オッケー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 、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、あのコミックシューマーの撮影はいつも楽しくやらさせていただいてます、はい、楽しかったですよね、うん、楽しかったですね、どれも新鮮な感じでしたね、本当ですか、はい、はい、久々にこのコミック新聞の撮影でお会いできて、はい、でなんかこう、あ、こういう感じだったなって感覚を取り戻した気がして楽しかったです。印象に残った、でもどの撮影も楽しかったんですけど、なんかすごくあの中条さんが甘えながらのセリフにすごい苦戦していて、僕だったらもっとうまくできるんだよなと思ってました、はい、甘え上手なんですか、まあ、そうですね、基本的には、ね、はい、どうですか、私はですね、自粛期間中に韓国ドラマを勧められて、それにむちゃくちゃハマって徹夜してしながら見てましたね。でもそういうのありますね、あの海外のドラマに関してはこうシーズンがたくさんあるので、ね、気づいたらシーズン10とかまでいっちゃってる作品って、うん、ちょっとこう見るのにこう腰が重かったりするんですけど、ちょっと遅れてやっぱり見た方がいいってこう勧められて、結局見たらハマってしまったっていうドラマはたくさんありますね、うん、はい、ありますか、冒険、どうですか、冒険、私の最大の冒険はあの山登りに友達と一緒に行く約束をしたんですけど、その友達が寝坊してこなくて一人で登ったことです、うん、僕はですね、あの新宿から熱海まで走ったことですかね、はい、トレイルランって言って100キロぐらいをこう山とかをこう下りながら走る競技があるんですけど、その競技をしてる人がなんかその練習のために新宿から熱海まで走るって言って、まだ僕が20歳の時だったので勢いもあったのでそれについてったんですけど失敗しましたね、はい、リラックス法どうですか、私はリアルに銭湯ですね、リラックス方法、リラックス方法が銭湯行ったりとかサウナ行ったりとかするのが好きで、いろんなサウナとか銭湯巡りしてます、はい、僕はですね、友達とおしゃべりすることですかね、はい、女子高生じゃないんだからダメですかいや、いいですよ、はい、あの親友とたくさんおしゃべりすることです。僕らが出演するコミックシーモアの新 CM が完成しました。甘いまくる絡み、ドヤ顔など竹内さんとのコミカルなやり取りが見どころです。以上、竹内涼真と中地亜美でした。